金権腐敗政治一層その先頭に立っている日本共産党です。私はこの間政策活動費や裏金問題も徹底追及してまいりました。以前から取り組んでいるのが官房機密費の追及です。政権の闇金ともいうべき官房機密費、この使途を明らかにせよと繰り返し求めてまいりました。自民党が選挙に負けて民主党政権が誕生したときに、その時の官房長官だった平野長官に質問した際に、平野官房長官、金庫を開けたら空だったという答弁が当時大きな話題となりました。選挙に負けた自民党が闇金である官房機密費をそっくり持ち出していた、こういう疑惑の問題、このような使途不明のお金の使い方をおかしい、こういう世論と運動を大きく進めていく日本共産党の国会論戦がそこにも見ていただけるんではないでしょうか。自民党のいわば闇金である政策活動費、派閥の闇金である裏金問題、一貫して追及してきているのが日本共産党、国民主人公の世の中で選挙にこのような闇金を使って政治を歪めることは決してあってはなりません。金権腐敗一層の先頭に立って頑張る日本共産党を大きく伸ばしてもらうことが政治を変える一番の力です。